J リーグ最新ニュース名字安田生命 J1 リーグは、反戦が終わり、24日から後半戦がスタートする。初の期待以上の成績を残すチームもあれば、そう以上に苦戦しているチームもある。今回は、チームの前半戦の戦いを総括し、通信簿とし、AE の5段階で評価して、ランキング形式で紹介す。データは6月22日時点に、 名古屋グランパス前半。評価 A 監督長谷川健太前半戦成績、2位、勝ち点10分の35勝5。2敗、今シーズンの J リーグは、ダゾンフォードコモで。いつでもどこで。簡単視聴昨季はわずか30得点だったが、今季は。でに25得点を記録、失点数もリーグで3番目に勝。移住4で 35だった昨季に比べると1試合平均の失点は減少している長谷川健太監督の下で迎え2年目のシーズンはここまで順調に来ている言っていいだろう昨季からの大きな変化は2期限付き遺跡から復帰した米本拓司が稲垣とともに中盤の門番となり攻守に存在感をスーそしてキャスパー・ユンカーというふい シャーが加わったことで、マテウスカス。ロト長井健介の役割も整理され、3人の強みを。かしあう関係性が生まれている。さらに、日本。表にも選出された森下良也や藤井春也の勝つ。もう目覚ましい。唯一とも言える課題は選手層。薄さだが、前半戦では大きな問題にはならなだ、ある意味で主力選手が若手に活躍する。 会を与えなかった側面もある、ただ、左膝内側。副人体を損傷した丸山雄一、左太ももの肉り。と診断された坂井則義の離脱は、後半戦に今日。かもしれない。関連記事、J リーグ順位表2023シーズン。明治安田生命 J1 リーグ一番やばいのは。JHJ2 降格期。ドランキング1から5位。 ピンチに陥る5クラブとはいただき。に輝くのは、J1 リーグ優勝可能性ランキング1から5位。上都展望から見る王者に近いクラブ自体。1位、今季最大のサプライズ。躍進の理由とは、両、連記事。